うございます。まず私から本日は3点ご報告等がございます。1点目でございます。本日11時に輸入米に関する調査結果を公表いたします。 SBS についてこれまで買い受け業者、輸入業者に対するヒアリング調査等を行ってきたところでございます。結論といたしましては、金銭のやり取りがある程度あったわけでございますが、 SBS 米が国産米の需給価格に影響を与えている事実は確認できませんでした。一方で金銭のやり取りがある程度あることが確認されましたため、 SBS 入札に関する不信感を生じないようにすべく、契約内容を改善し、契約書に金銭のやり取りの禁止を明記することといたします。いずれにいたしましても、農業関係者の不信感を払拭するため、丁寧な説明に努めてまいりたいと存じます。詳細はこの後事務方から記者ブリーフィングで説明をいたします。2点目でございます。先月16日金曜日の閣議におきまして、8月暴風雨などによる災害を激甚災害として指定する政令を決定いたしましたが、先ほどの閣議でその政令の一部を改正し、新たに水産養殖施設の追加指定を決定いたしました。これによりまして、全国を対象にホタテ貝、カキ、昆布などの水産養殖施設の災害復旧事業に対し、9割の国庫補助率が適用されます。3点目でございます。私は今週末の10月8日土曜日、9日日曜日、第40回全国育樹祭に出席するため京都府に出張いたします。合わせて京丹波町の本しめじ等生産施設を視察いたします。本年の全国育樹祭は皇太子殿下のご臨席を仰ぎ、育林の輪、広げる森と木の文化をテーマに開催されます。全国育樹祭を契機に、より多くの方々が森林に関心を持っていただくことを期待しております。激甚災害指定および出張の詳細はこの後プレスリリースいたします。本日私からは以上でございます。今の調整金、輸入前のことですけれども、金銭のやり取りはある程度あったけれども、国内の国産米の需給や価格には影響を与えて事実は確認できないということですが、国産米の需給や価格に対しては、疑問の声、影響があったんじゃないかという疑問の声があったかと思いますが、この結果でそういう声が、そういう疑問を持っていらっしゃる方々は納得されると思いますでしょうか。それから、TPP ではSBS 枠が拡大することになりますが、そういう懸念や疑問にどのように対応しているのか、非常に的確なご質問でございますが、まずはこの後調査結果全体が事務方から説明されますので、それを詳細にご覧いただきまして、その上でお尋ねを賜りたいというように思っております。大臣はその国会答弁の中でですね、国産米に対する影響がないというふうに、考えていると言っていましたが、この調査結果はそれに、その答弁と整合しているというふうに。いや、全く整合していると私は思いますが、ただ調査結果を共通に、認識し合って、その上で語る話と、ご覧いただいてない段階で語る話では少し行き来に齟齬が生じる可能性ありますので、事務方から詳細をお聞きいただきまして、またそのペーパーをご覧いただきまして、その上で先ほどのご質問にまたお答えしたいというふうに思います。よ
う1点、昨日規制改革推進会議が生産資材や流通価格向上に関する提言を決めましたが、その中ではその改革を推進するための法律制定などが盛り込まれていますが、この新法への法律への、制定に関する考えなどですね、今回の提言に関する受け止めと農水省としてこの提言に対してどのように取り組んでいくのか、お聞かせください。ご指摘のように昨日未来投資会議と規制改革推進会議農業ワーキンググループの合同会合が開催されました。生産資材価格の引き下げや農産物の流通、加工構造の改革に関する意見が出されたと承知しております。この意見におきまして、まず生産資材業界、流通加工業界の業界再編が必要であること、次に法規制等の見直しが必要であること、次に改革の推進のために新法制定が必要である。最後に業界再編に資するよう全農の事業方式の見直しも必要でありますが、これについては後日規制改革推進会議で意見を取りまとめることが示されております。攻めの農業の実現は安倍政権の最重要課題でございます。農林水産省といたしましても本意見を受けまして、与党とも十分連携を取りながら検討を加速してまいりたいというように思っているところでございます。法律によっては当時というのが提言でありましたが、新法という法律というのは必要だというふうに現段階と考えますか。私はまだこの提言について法律がいるかどうかについてのこの具体的判断には至っておりませんが、やはり、構造的なものを扱うときに、業界再編の進歩というのがひょっとしたらいるのかもしれないなということは思っておりまして、まだ詳細、とうとう相談しながら検討を加えていきたいと思っております。幹事社からは以上です。大臣、朝日新聞です。SBS 前の関係、この後事務方連絡があることということですけど、概略だけ2点をお伺いします。その国産米米価への影響がないというふうに、おっしゃる理由一つだと教えてください。もう1点、その TPP の影響資産の見直しのお考えはございますか。原則調査結果全体を事務方から説明いたさせます。これ大部にわたる調査結果なので、またこちらとしても正確性を期した対策だと思っておりますので、その調査結果を朝日新聞さんもよくご覧いただいた上で先ほどの議論をさせていただければというように思っております。朝日新聞の小山ですけど、できるだけ答えてほしいんですけど、結局は何が問題だったかというと、今大臣の認識はどうですか。調査結果を踏まえて、結論的には今までの SBS の入札に不備はなかった、こう思っております。何も問題はなかった。いやいや、ですからその調査結果の中に書いてあります。それも含めてそれをご覧いただきたいというように思います。せっかくやっぱりトップの大臣がみんな聞きたかったんですよね。しかしなんか逃げてるような感じが。逃げてはいません。もうせっかくタイプの詳細にわたる今までの曇りを、目の曇りを明らかにしてくれるような調査だと私はそう考えておりますので、それを見ていただくと私も嬉しくございます。ちょっと残念ですね。いい、私も見ていただくことがまだ可能ではないので、全体の皆さんが見ていただいてからその議論をさせていただくということが希望でございますし、今見てらっしゃる方がいないことが原則なので、その意味においてはぜひご覧いただいてから話をさせてください。
大臣、TPP への影響資産の見直しっていうことはいかがなんでしょうか。されるおつもりはございますか。そこも触れているつもりでございますので、調査結果、非常に、皆さんに報告されて、組織として頑張って作ったわけですし、ここまで国会も待っていただきましたので、それを見てから、一つ、ご質問いただきたいと思います。風船のやり取りがあったことについては、大臣としての見解はでしょうか。地球線のやり取りがあった事実はもうすでに放送で明らかになっているところでありまして、それがいわゆる国会の議論の中で構造的なものかも含めて調査結果が出ております。そんな意味で調査結果を踏まえながらちょっと話をさせていただかないと伝わるところがないのですから、ぜひ調査結果をご覧いただきたいと思います。大臣、日本農業新聞の山田ですが、今の話に関連するんですが、金銭のやり取りがあったということで、その本来の制度上のこうあるべき姿と金銭のやり取りがあったことによってお金がまあ流れるわけですけれど、誰がそれによって得をして誰がそれによって損をした、細かい数字はこの後聞くにしろ、その誰が利益を得て誰がその損失を被ったのかという認識を大臣の口から聞いていただきます。金銭のやり取りも金銭の性格が多様なのでございまして、それを詳細に分析して、先ほどの調査結果を見ていただきますと、先ほどの疑問がご質問の答えがこの図から出てくるというように思っておりますので、調査結果をご覧いただきたい。他4つでしょうか。はい、どうも。毎日新聞の応募ですけれども、その金銭のやり取りをですね、契約書で禁止するというのを契約書で明記するという話を対策として出されました。それはもう担保というか、その禁止して何かそれを違反した場合どうするとかですね、そういったその制度の改正とか、あるいは法律の改正とか、どのようなのが担保されるか。これももう報告書、調査報告書を見れば一目瞭然でございますので、一つ見てお願いを言いました。それとその今この調査結果を受けたレクを受けた後にですね、その改めてこう受け止めを聞きする機会っていうのはいただけたいですね。これはもう来週もおそらく記者会見ありますから、それからまた委員会もありますから、もう調査結果を踏まえた話ばかりになると思いますので、まだ11時公表ですから、まだ明らかにしていません。これから皆さんには自分方からご披露するわけですから、それを見てぜひ議論をしたいというように思います。毎日新聞いただきました。今回の助成金の問題で農水省側には何らかの貸しがあったというふうに考えていらっしゃいますか。それとも貸しですか。農水省側に責任があってこの問題が生じているというふうに考えていらっしゃいますか。それともこれは、あくまで民間企業同士のやり取りであって、農水省が端的に言うと悪いことしてないよというふうに、悪いことといいますか、ミスはなかったよというふうに考えて受け止めていられますか。意図的に放置したとか、意図故意に何か誘導したとかいうものはないので、これまた調査結果の中にそれも詳細に明らかになるようにできていると思っておりますので、ご覧いただきたいと思います。私新聞ですけれども、そもそも調査結果と離れてですね、そもそも MA の中に SBS が入っていることの理由と目的はどのように大臣は整理されていますか。でそれに照らし合わせて、今回の調査結果というのが全体としてですね、理由の目的に合ったですね、運用されていったと考えます。まず WTO グループラウンドのところでございますので、1995年まで遡るわけであり、その当初一般入札と SBS 入札と当時から分けているわけであります。
10万トンと区切られた中で、不詰まりがありますから、筆頭10万トン、筆頭9万トン、それが、まあ、主食用になるだろうと予測されています。つまり、目的を必ずしも書いてないということになるわけでありまして、まあ、そんな意味で、大体、WTO 自由貿易の原則の中に、絶対に米を入れてならんという我が国の方針の方に風穴を開けるという意味での WTO、 その WTO の、まあ、小さな針の穴をどう開けるかが工夫されたと、こういうように捉えております。で、今回の調査結果もそれとの兼ね合いで、調査結果を見ていただくと明らかになるようになっていると考えています。何かあるんで、すみません、宮崎の柴田ですけれども、石油の調整金の禁止を、契約書に明記というところだったんですけれども、そこの部分、まあ、の事務方の説明があるとは思うんですけれども、調整金の禁止という文言で明記されるということなんでしょうか。禁止と書くか書かないかは別としまして、その契約書がある限り、従来の報道にあったような金銭の事情はないというようになると、将来はなるというように思っております。